こんにちは。私たちは東京都練馬区練馬中長寺に所在します陸上自衛隊第一管区隊です。9月に入り、朝晩を中心に随分と涼しくなり、一気に秋の気配を感じるようになりましたが、季節の変わり目、皆様いかがお過ごしでしょうか。これからのひとときを私たちの演奏でお楽しみいただきたいと思います。短い時間ですが、どうぞ最後までごゆっくりお聴きください。それでは改めまして紹介いたします。演奏は陸上自衛隊第一音楽隊、指揮は隊長宍戸隆一等陸尉です。申し遅れましたが、本日司会進行を務めさせていただきます月柳佳奈三等陸曹です。どうぞよろしくお願いいたします。まずオープニングを飾りましたのは、1985年に公開された映画バックトゥーザフューチャーよりテーマ曲でした。タイムマシンを使ってタイムスリップしてしまうことで有名なこの映画は、全部で3部作ありますが、パート2で描かれた未来の舞台がまさに今、2015年なんです。映画の中の未来にどれくらい近づけたか、これを機会にご覧になってみてはいかがでしょうか。さて続きまして、お子様に大人気の曲をお送りいたします。アニメ手裏剣戦隊ニンニンジャーよりサーイケニンニンジャー、そしてプリンセスプリキュアよりミラクルゴープリンセスプリキュアを2曲続けてお送りいたします。この2つの作品は共に毎週日曜日の朝放送中で、今日も見てきたよというお子様がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。特に忍びなれども忍ばないの決め台詞が印象的なニンニンジャーは、スーパー戦隊シリーズ第1作品目のゴレンジャーから生誕40周年を迎えた節目の作品で、この40年ということから分かるように、昔から子どもたちに愛され続けています。知っているお子様がいましたら、ぜひ一緒に歌ってください。それでは2曲続けてお送りいたします。Thank you.
ありがとうございました。2曲続けてお送りいたしました。次にお送りいたします曲は、今年映画が公開され大ヒットとなっていますヒーローのテーマ曲です。元は2001年から放送開始されました木村拓哉さん主演の連続ドラマで、全11話の平均視聴率が 34.3% という驚きの数字を出した伝説のドラマです。その旋律を聞けば印象的なオープニングが蘇ってくるのではないでしょうか。それではお聴きください。ヒーローのテーマです。そんな映画とともに強い印象を残したテーマ曲は、主演のバーブラ・ストライサイド本人が歌っており大ヒットとなりました。そんな甘く切ない音楽を本日は佐野希三刀陸曹によるアルトサクスフォンの独奏でお送りいたします。それではお聴きください。水浴のテーマです。
奏は佐野希さんとリストでした。次にお送りいたします曲は、現在もヒットを続けていますスーパーフライが歌う愛を込めて花束をです。この曲は2008年に発売された曲で、ボーカルである越智志保さんが自分の言葉で歌いたいということから歌詞を書き直したほど思い入れがあり、メジャーデビュー前からライブの最後には必ず歌われています。最近は結婚式で定番の曲として使用されることも多く、皆さん一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。温かさあふれる旋律を本日は森本しおり三等陸曹の歌を交えてお送りいたします。それではお聴きください。愛を込めて花束を。最後は今年で制作50周年を迎えますミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」の音楽をお送りいたします。ミュージカル映画の巨匠と呼ばれるリチャード・ロジャースとオスカー・ハマースタイン2世の名コンビが制作した「サウンド・オブ・ミュージック」は
1959年にブロードウェイで初演された後、その原作をもとに1965年には映画も公開され、世界中で大ヒットを記録しました。この50周年を記念して、今年の春には各劇場で映画が公開され、また約2年ぶりに劇団四季に帰ってきたということで、さらに人気を集めています。本日はその名曲の数々から、メインテーマのサウンドミュージック、そしてドレミの歌、一人ぼっちの羊飼い、さよならごきげんよう、エーデルワイス、すべての山に登ろうの6曲をメドレーにしてお送りいたします。それでは本日最後の演奏です。サウンドミュージックお聴きください。
Thank you.
Thank you.